こんにちは、こっとりです。ご視聴ありがとうございます。朝ドラカムカムエヴリバディ、ハマっておられた方も多いのではないでしょうか。私もこの半年間、本当に毎朝楽しませていただきました。さて、岡山、大阪、京都が舞台のこのドラマですが、ロケ地は意外にも全然関係ない滋賀県が対応されているのをご存知でしょうか。てっきり岡山や大阪だと思っていたあの場所が、まさかこんな近所やったんかいという驚きもありつつ、今回のこっとりチャンネルお散歩動画は、カムカムエヴリバディ滋賀ロケ地散歩をお送りいたします。まずはこのドラマの中で最も重要な場所の一つ、初代ヒロイン安子の喜びも悲しみも見守ってきた神社、安子の地元にあるという設定の朝岡神社。岡山の人たちにとっていつも身近な場所でした。いろんな場面がありました。数十年後にはルイと丈一郎も訪れました。こちらのロケ地がなぜか滋賀県の東近江市五箇荘町にある近江神社です。五箇荘町は近江商人発祥の地と言われる中の一つ、周囲には古い商家の町並みがあります。梅の花が咲き始めていました。神社の創建はかなり古くて飛鳥時代だそうです。御祭神が高見むすひの神、日本神話の初めに出てくる創造の神です。加えて菅原道真公の二柱になります。なので昔は大宮天神、天満宮などとも呼ばれていたようです。明治時代になってから今の名前に改められました。ドラマで見たのとまんま同じ景色ですね。まずは落ち着いて身を清めましょう。確か夏祭りの晩にイサムちゃんがいらんこと言うてきて、安子がこの灯籠の下あたりで突っ伏して落ち込んでましたね。この日はほとんど人影もなくて、風は強かったんですけど、すごくいい天気だったんですよね。境内で安子みたいに影踏みできそうな感じでしたね。そこへロバートさんがやってきて、そこの社務所で英語のテキストを作るのを手伝ってもらえませんかみたいな展開。懐かしい。この景色、木漏れ日を英語で何というか知っていますかのシーンを思い出しますね。木漏れ日の英語はありませんみたいなね。ああもういいから、とにかくお参りしましょう。ドラマに何度も出てくる立派な拝殿です。特徴的な銅製の賽銭箱、紅白の鈴紐、もうドラマのまんまですね。こちらに菅原道真公の像があります。そういえばルイとジョーが京都に出てきた時、北の天満宮の天神さんの屋台で焼いていた回転焼きをヒントに店を出すことを思いつきますね。なんかこのドラマに
天神さんつながりみたいなものがあるんですかね。英語の勉強だからかな。こちらが本殿です。先ほどの拝殿を後ろから見るとこんな感じです。この拝殿と本殿の絶妙な距離感、そしてこの拝殿の作りが本当にどこからでも撮影できるっていう、そういう特徴がありますね。出演者が本当に神様を拝んでいる姿を正面から表情を撮る、そういうことができる神社って実は他にあまりないのかもしれません。それと今回ドラマを通して感じたのは、ここに限らず神社ってすごいなっていうこと。どこの地方でも地元の神社っていうのはいつも身近に存在して、数十年も数百年も変わらずそこにある。だからこういう何世代にもわたる物語のしっかりした柱になってくれる、これは日本文化のすごいところだと思いました。では、このロケ地のラストはよく見かけたアングル、この横からのアングルで締めたいと思います。日向の道を歩けば、きっと人生は輝くよ。続いての現場は、この昭和初期の頃の岡山駅。安子と実の甘酸っぱいシーンが印象的でした。他にも岡山市の玄関口としてたびたび登場しました。レトロ感漂う駅舎です。こちらのロケ地も先ほどと同じく滋賀県の湖東エリア、豊里町にある豊里小学校旧校舎群です。昭和の初めに建てられた小学校の校舎で、地元出身であり当時丸紅の専務だった古川哲二郎が資材を投じて寄贈したものです。近江八幡市在住だった米国人建築家ウィリアム・メレル・ボーイズの設計、当時東洋一の小学校と謳われた美しい建物です。国の登録有形文化財でもあり、映画やドラマのロケでよく利用されるほか、特にアニメ作品軽音の舞台としてファンには全国的に有名な聖地となっています。せっかくなので中もご案内しましょう。校舎に向かって左側が昔図書館だった建物、向かって右が講堂です。講堂から行ってみましょう。非常に上質で美しい木造の西洋建築です。昭和12年竣工当時の写真がこちら。現在もほとんど変わらない状態で改修保存されています。板張りの床がツルツルで、しかもステージに向かって勾配がついていますので、スリッパで滑らないように歩きました。駅でもなければ岡山でもありませんが、大正14年生まれの安子がだいたい 12、3 歳くらいの時にできた建物です。次は校舎の方に行きました。レトロな子供用の下駄箱が迎えてくれますよ。
廊下はこんな感じです。教室を覗いてみました。ノスタルジックな風景、長い廊下もすべて板張りです。なんと端から端まで100メートルあるとか。この階段の手すりにつけられているウサギとカメの飾り、これが有名ですね。このイソップ童話のウサギとカメをモチーフにしたオブジェ、校舎にある3箇所の階段すべての手すりにつけられているんですが、この校舎を寄贈した古川哲次郎の子供たちに地道な努力の大切さを知ってほしいという思いを建築家のボーリスが形にしたんだそうです。日々鍛錬し、いつ来るともわからぬ機会に備えよ。地道な努力の大切さは虚無蔵の言葉にも通じるものがあります。アニメ軽音でもちゃんと描かれてますね。3階正面の消火室に入ってみましょう。舞台もあってちょっとしたホールですね。窓の向こうに見えるのは現在の豊里小学校です。舞台袖に空間がありますね。舞台袖にやってきました。すごい可愛らしい洋食器が並んでますね。小学校の校舎なのに女子高生の制服があります。こちらから舞台に出れます。舞台袖から逆方向に行くと隣の部屋に繋がっていました。この部屋は会議室のはずなんですが、部屋の真ん中にちょっと違和感のある光景が。実は私、アニメの知識はほぼ昭和で止まってしまってますので、この軽音に関してもほとんど知らなかったんですけども、こんな場面から察するに、どうやらここは軽音の部室に使われていた部屋のモデルみたいです。で、確かバンド名が放課後ティータイムとかっていう名前だったので、そういうお茶会の場所なのかなって感じ。こちらの壁には可愛らしいサイズのオルガンがあります。ということはこれですかね。で、オルガンを右に見てのこの空間ということはここですね。まずいですね。このままではカムカムからどんどん軽音の世界に行ってしまいそうです。気を取り直して旧図書館である習得記念館の方に行ってみましょう。こちらが昭和12年竣工当時の写真です。現在はこんな感じ。お土産の販売やカフェスペース、観光案内所として使われています。カムカムエブリバディのポスターも貼られていましたよ。この豊里町も近江商人発祥の地と言われているんですが、その割に商売気がないというか、この校舎群もありがたいことに無料で開放されてますし、売店で買い物でもして少しは還元しようという気持ちになってしまいます。ところが気になっていた豊里プリンが早くも売り切れ。まあお昼時だったので牛カルビの巻き寿司にしました。飲み物は滋賀県の忍者の里甲賀町で作られているという甲賀コーラにしてみました。普通に美味しいコーラでした。ごちそうさまでした。
カムカムエヴリバディのその他のシガロケジとしましては、岡山空襲後の廃墟のシーンが米原市のセメント工場跡で、イサムと進駐軍の野球の試合が日野町のグラウンドでそれぞれ撮影されたそうですが、今回のラストはこちらの現場です。ミノルが大阪の大学に通っていた頃、安子を連れて行った下宿の近所の河川敷、安子がルイと大阪で暮らしてからも時々行っていました。こちらもやはり滋賀県の湖東エリア、野洲市にある矢野宗川の河川敷だそうです。川の名前は分かったものの、川はとにかく長いのでどの辺りか分からず、当てずっぽで出かけていってはうろうろする日々。すすきと夕暮れ時のイメージがあったので夕方に出かけていってたんですが、とにかく寒くて、どこも似た感じの雰囲気なんですけど、ここだっていう確証は全然持てませんでした。でまあ、だんだん琵琶湖に近い方に行くようになりましたね。琵琶湖にはだいたい450本もの川が流れ込んでまして、一級河川も117本あります。その中でもさして有名でも大きくもないこの川を選んでるあたり、なかなかすごいなと思いますね。うろうろしているうちにいつの間にか桜の季節になってました。自分は、昔引っ越してきた方なので生粋の地元民というわけではないんですけども、それだけに、この滋賀県がロケ地として重宝されているというのは客観的に見てなんとなくわかるような気がします。ロケ地にはなってますけども、物語の舞台ではないみたいな、そういうところがらしいなって思いますね。そのあたりの詳しい内容はまたこっとり堂のブログにでも書いていきたいと思いますので、チェックしていただけると嬉しいです。このあたりかなって思いますね。あのシーン、向こうの方の木がモコモコモコって感じとか、あちらが湖岸道路にかかる橋で、その向こうはもう完全に琵琶湖ですね。ということで、カムカムファンの皆様いかがだったでしょうか。たった15分ですが、朝ドラが面白いとなんとなく半年間張り合いが生まれますよね。脚本家の藤本由紀さん、チリとテチンも素晴らしかったですが、今回もどえらい作品ありがとうございました。すべてのスタッフ並びにキャストの皆様、素晴らしい仕事を見せていただきました。ありがとうございました。これからもいい作品作りをしていっていただければと思います。このチャンネルはちょこっと懐かしいをテーマに、時代を感じさせる古いものやゆかりのある場所を紹介しています。よかったらチャンネル登録、高評価いただけるととても励みになります。では、最後までご視聴ありがとうございました。